Passagiere, Weser, Mine. それじゃこの辺です、はい、今日は何やろうかと思ったらね、あのうちが言ったやつね、まだ紹介してなかったっていうね、そう何気にね、結構いろいろマキちゃんやろね、そうガードやの紹介してたからまさかのね、そうもう一昨年ですかこれ、ソロとアンダグラウンドライブ2021チューズ来ましたね、デップでしたっけ、デップ東京もなくなってしまいましたけどね、ね、あの最後に行きましたね、リオサビのね、そうですライブ会場だな、ですね、デップ懐かしいですね、懐かしいね、最後に夜まで見たけどね、ね、どうだっけ、東京ガーデンと、そう、懐かしいですね、東京ガーデンはそうね、あれだね、ユーアが一人ね、さザードのね、コーラスで来たよね、デップ羽田、そう、デップ羽田ですよね、行きましたね、あと、今行った、うん、どうレニーも行ったよね、レニーも行ったね、うん、難しいね。あら、どうだっけあれ、あの少しずつの時って。あれレニーじゃない？レニーかな。うん、初東京じゃないあれが。そっか。うん。あれだってもう3年前？そうね。あとまあ。もう4年なのじゃあこの子たち。だと思うよ。早いね。で多分まあ。ね、で多分、まあ、レニーたち行ったのは、まあ、多分まあインスタイベントとかはね、新宿とかそういう。ああインスタも行ったね。やってたね。うん。って感じ。あれは、うん、あれは。レンジャーって暑いな、暑い夏だったね。あー、まだ5月だよ、だけどあれ。出ます。暑かったね。大変だったよね。あれはもうね、死だったね。すごい早くから飲んでたもんね、人がね。びっくりしちゃった、あれ。ね、まあ、あれ、まあ。ということで、とりあえずあれですね。この、ピックアップの曲が特に書いてなかったのでね。でこの時の代表のあれかなって感じでね。でオレンジ色のアルバムから。まあ、近いってことで。そうそうそう。あの声の、そう、あの感じの声もやってましたね、あの夏の声まぶして、これをね、ちょっと触りですけど、いきますか、いきましょう、では、ね、聞いてください、どうぞ。6月、7月、8月とね、連続にパン工場でやるのね、やばいな、うん、行ける方はぜひともね、行っていただいて、ね、でぜひとも東京にまたね、その後、ね、6、7、8期やるから、9月か10月ぐらいかしらね、来ていただきたいですね、そうですね、ね、その頃にあれかな、トリビュートフォトが出るのかな、それかもしかしたら、サードのオリジナル、セカンドアルバムがね、出るかもしれないね、もしかしたらね、そうね、やれたらいいですけどね。やっぱ今の時期だから、ね、卒業式を入れて、うん、それが入るアルバムじゃないの？入れて、うん、あとまあ、あとはまあザードのね、トリゲートなんか行く、なんか出ればね、どっちかだね。まだ歌ってる曲もいっぱいあるからね。そう、いっぱいあるからね、まだ。まだ100曲近くあるのかな、残り。80曲くらいかな。まあ何しろいっぱいあるからね、カバーはまだできるのが。まあヒーローとかもね、やってないと思うから、うん。そうそうそう。ね、あとヒーローって何ですか、何言ってて。
グッバイ。盛りすぎて言うのが大変。グッバイマルネスなんか最初のほらあれに入ってる。入ってるね。うん、まあね、だからまあ、サードはいつやるかは分かんないけど、うん、まあ、1週目のうちのディードたちはまあ、次は、うん、直近だと、直近だと514のビューの銀座ですね。そう。で、その周辺で、バーチのね、シアンにね、行こうかという。ちょっとね、桜タワーの方にね、そう。行ってきたい展示会がありますからね、ちょっと好評みたいなんでね。そうですね。バーチがあの、あれでしょ、うん、サインしたんでしょ、その壁にでっかく。そう。ね、見てみたいよね。あれ、撮影できるかな、どうでしょうね。できたらちょっとね、この報告したけどね、見るとかでね。そうですね。あとは、うん、28に。そう、28。マークちゃんのツアーファイナル。先週ラグがね、東京があるんで。そう。ねえ、見ましたらね、やらないでさ、群馬の方に TVer の嵐来たんだよ。そう、嵐が来たから、1週間しか見れないので、ぜひとも、皆さんね、そう。チェキラ。あとね、うちが出たあの時もね、あの、長時代にね、雷の様の女が出てるからね、うん、ぜひ見てくださいね。ね、あと、ね、6月が、なんと、ジーグ、30周年。こっちもなんかリリースあるといいですけどね、CD とかね。ね、期待はしてるんですけどね。うん、で、7月が、バーチ、ね、35周年のスターズです。これがね、一般ですね。そうですね。で、8月が、バーチの S1000 に出てきますよ。はい、アジストですね。そう、アジストですね。楽しみね。まあこれはちょっとね、フォーチャネルのスタイルだからさ、ね、久しぶりにスタイルで行ってくるな、ね、バチ飛んできますよね。で、これはまあ確定じゃないんだけど、うん、まあ次の5月の次の席かな、うん、ライブチャンネル分かってると思うんだけど、うん、一応ワンズ。そう、9月のね、ワンズですね。そう、これ行きたいね。はい、ワンズ行きたいな。ねえ、あれかっこいいもんね、この新曲ね、フェーズイン、インサイド、かっこいい。あれね、ちょっとね、職務所、あの、復職の時に、うん、ちょっとあの、チャンネル変えてみ、聞いたんだけど、うん、結構すごい合ってるよね。合ってんだよ。まあ、今回はまだね、木村さんがね、復活しないっていうことでね、まあね、しょうがないけどね。そうね、まだね、あの、うん、YouTube リリースされてないから、うん、まあ、聞けないけど、ね、まあ、リリースされて、うん、まあ、本来的にね、あの、覚えたら、うん、チャネルで行こうかなと思って。そうですね。まあ、配信されるだからね、そのうちね。まあね、まだ配信されてないんでね。うん、あと、さらに未定なのが、嵐がね、ティーボランが秋にね、やるっていうことで、やるという感じになってます。今回はなんと、上野さんが、1曲目からステージに立つってことで、もう感動的ですよ。そうね、リハビリしてね、うん、出るっていうのは長いね。そうね、まあファンイベじゃね、見たけどね。でもあれは少なかったからね、曲がね。そうね、4曲ぐらいだっけ、うん、そうなんだよ。まあ、合計8曲ぐらいだったわね。うん、だから。しかも、あの、うん、その、厳選した曲も、そうそうそう。そんな長くない曲だったっていう。うん、だからツアーの時は、もうね、20曲とかやるからね。そう、頑張ってほしいですね。ずっと立ってるのしんどいってたからな。そうね、うん、だからちょっと椅子取り良しだよな。椅子座ってこう、ギター弾けるからさ、うん、ちょっと弾けるよね。弾けるからね、うん、ギター弾けるんじゃないかなと思いますし、まあ、ベースだけどね、ベースだけど、ベースも同じだから、うん、一緒だよ、ギターの、うん、だからまあ、ベースをね、頑張って弾いてもらって、うん、ちゃんとダメですよ。あのベースはだいぶ違いますからね。あれは重低音の方だから、ドラムに近いものですから、ベースっていう楽器はね。ギターはメロディーが奏でるからキーボードと近い楽器だけど、ベースはドラムと一緒で低音を支える楽器だから、メロディーを基本弾くものじゃないから、そこはあの一緒にしちゃうとまずいよ。あのベーシストとギタリスト違うからね。まあ、うん、ベースでエネミーションの音楽的に考えればそうになりますからね。そうだね、ベースがしっかりしてないと違うんですよ、うん、何気にバンドで一番大事なのはドラム、次にベース、でその後メロディーとかのボーカルとかだから、やっぱドラムベースっていうのはすごい大事なところだからね。一番って言っちゃいけないんだけど、やっぱり支えるね、影の功労者っていう感じだから、ドラムとベースはね、まあ、その辺はあのギターと主じゃんっていうことを言っちゃうとちょっと炎上しちゃいますので、その辺はちょっとね、うん、うちのキャスケもね、ギターベースとかって、ベースギターか、ベースギターって言うけど、ベースは別だよっていうことをよく言ってます、そこは。うん、そこはちょっと音楽的観点でね、やっぱり、うん、まあそれはいいんですけどね、サードね、ぜひともね、やってほしいですね、東京でもね。ね、まあ、ね、パン工場4連続っていうのはちょっとね、痛いですね。痛いけど、うん、まあ、とにかく、東京でやると思うから、ね、
それは苦手に入門。この後ね、回復動画がありますから、そのパンコ用のね、うん。じゃあ、読むの方で、またお願いしますね。じゃあ、こちらのレーザー登録もね、10分過ぎてたいつの間にか。またね。